おはようございます。おしゃれマッチョ研究所の大地です。コンテストの翌日になりました。今日からもう一度で筋トレ再開でございます。今まででちょっとポージング練習ばっかりしてたので筋トレがほとんどできてなかったんですよね。なのでね、筋トレはずっとしたいなって思ってたんで、またねこの G5 と一緒にねやっていこうと思います。コンテスト明けの一発目の筋トレはですね、足のトレーニングにしようかと思います。土台からねもう一度作っていこうと思っております。そして筋トレが終わったらですね、お昼ご飯にもう好きなものを食べようと思ってて買い出しに行きます。これが楽しみですね。そのためにもね、足トレ頑張っていこうと思います。今日は爆食です。はい、持ち帰りでミルクレープ一つください。はい、エンゼルクリームを一つください。持ち帰りで。はい、お願いします。持ち帰りでお願いします。持ち帰りでお願いします。はい、セットで。ということで買ってきました。見てください。いや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 、マックサンマイルクカフェ、そしてミスタードーナツとドトールに行ってまいりました。いろいろ考えた中でね、食べたいものはこちらのものになります。まあなんだかんだマックかなっていうところですね。もう買い回ってる時から口の中でもかなり唾液が溜まっております。なんか足もプルプルしちゃって。午前中のスクワットのせいですかね。まあとにかくね、食べていこうと思います。まずはね、やっぱりマックから行きたいと思います。ついに来ましたね。飲み物はコカ・コーラゼロです。結局コーラをね飲みたいと思わないんですよね、僕は。まあここはコカ・コーラゼロでもいいかなと思ってます。そしてポテト来ました。フライドポテト、これが食べたかった。メインはサムライマックにしました。これ本当に美味しいんですよね。そしてチキンナゲットですね。マックで購入したのはこちらになります。じゃあもう早速いただいていこうと思います。どれからいきましょうか。まあ、どれでもいいんですけどね。ポテトいっちゃおうかな。とりあえずポテト、ちょっと手が震えちゃう。久々ですね。いやー、感慨深い。原料明けのポテトってのは本当に感慨深いですね。いただきます。塩味がたまらん。バクバク入るな、これ。見てください、指先の脂質。本当になんかね、減量中とかになるとね、悪いことしてる感覚になりますよね。ちょっとティッシュ取ります。僕はいつもマック行くとケチャップを一つもらう派です。ケチャップにつけていただいちゃいましょう。ほれ、たっぷり。ケチャップもね、糖質なんでね、かなり制限されるんですよね、減量中は。うん、ケチャップの味。まあ当たり前ですけどね。うまい。これいきますか、ナゲット、バーベキューソースでね、いただきたいと思います。いただきますよ。これはこういう感じ。ほら見てください、脂質と糖質。まあナゲットはね、一応ねチキンなんでタンパク質もありますけどね。いただきます。うまっ。これね、普段から、まあ、マックを食べてる方にとってはね、まあ、うまいの当たり前だよっていう感覚かもしれないんですけど、減量明けっていうのはね、本当になんか違うんですよね。何なんですかね、これ。今まで僕も何度もねマック食べてますし、まあ、この味も知ってるんですけど、やっぱり減量明けてこうコンテスト終わった後っていうのはね、全然ね味が違うというかね、深いんですよね。深みがあるんですよ。コカ・コーラゼロ。これは予想通りですね。じゃあいきますか、サムライマック。いやー、いっぱいマックある中で、やっぱサムライにしちゃいましたね。もう減量の時には絶対これ食べられません。これ一つで625キロカロリーあるらしいので、まあ絶対食べれないわけじゃないと思うんですけど、タイミングを考えればね、食べれないことはないんでしょうけど、まあ、こういうのを食べ始めるとね、減量ってやっぱ進まなかったりとか、ちょっとこう、崩れてったりとかするので、僕は基本的に食べないようにしてます。ちょっと、失礼して。ちょっと前行っちゃってね。はい。見てください。肉と
すごいこれ嘘でしょ。いただきます。ドキドキする。香りだけ食べないんかい。ちょっと今口の中の唾液でたくさん溜めてるんで、せっかくだからいただきます。あ、これはやばいな、本当に。いや、口の中でね、めちゃくちゃ醤油がね、すごく香ばしさがこう、何を言ってんだ、僕は。いや、これ本当に美味しいな。あー、たまんない、これ。もう一口いきます。最強。これはね、本当にね、まさに侍の名にふさわしいハンバーガーかなと僕思いますね。あ、美味しい。これね、コンテストをやった人、多分今日いっぱいね、マック食べてる選手の方多いんじゃないかなと思いますよ。はい、毒の味。ってやつです、本当に。いや、うまい。これね、本当にね、減量なんかしなければね、この毎日食べれるんですよ。本当に。でもね、したいんですよ。目指したいんですよね。いやー、これ難しいな。でも本当におかげでやっぱすごい美味しい。めちゃくちゃ美味しいです。おじさん、ちょっと子供じみたことやっていいですか？これ昔やったんですよね、子供のところ。ポテ投げ、同時摂取。子供の頃は美味しかったけど、今は別におすすめしません。これダメだね。ちょっとテンション上がりすぎて、わけわかんないことしちゃってますね。お恥ずかしい。揚げ物っていうのはね、脂質がついちゃうのこれ当たり前なんですよね。なんとかなんないですかね、本当に。僕もやっぱりね、40年生きてるわけで、マックのポテトなんてね、それこそ本当に40年食べてきたっていう味なんですけど、いつまで経っても美味しいですよね、これね。このポテトだけでマックに行く理由がありますよね、本当に。それがすごい。でも揚げちゃうんだよね、ポテトは。揚げちゃうんですよ。揚げるからうまいんですよ。なんで人は揚げることをね、発明したんでしょうか。揚げちゃダメだし、揚げたらうまいし、難しい。揚げてるね。一人でちょっとテンション上がって楽しくなってきちゃった。そして侍最後の一口、ちょっと大きいけどいっちゃいます。ごちそうさまでした。あ、本当に美味しかった。まだ続きます。はい、そしたら次はサンマルクカフェですね。サンマルクカフェといえばチョコクロです。はい、僕はね、このチョコクロが大好きなんですよね。もう今年初めてじゃないですかね、食べるのチョコクロ。今ね、トースターでちょっとね、温めてきました。その方がね、絶対美味しいんで。これ最高なんですよ。このパイ生地がね、たまらないんですよ。このパイ生地がね、見ますかね、これ。これ何も層になっているのもすごいことになってますよ。ほら、何層割るのって感じでしょ、これ。見てくださいもんね、包み方もね、素敵ですよ。でも、もう花束じゃないですか、これね。花束、いただきます。これはうまい。あ、トースターいい感じに温まってますね。チョコがね、溶けてる、とろけてる中で、もう笑っちゃうぐらいうまいですね、これ。外のクロワッサンのね、このパイ生地の包みと、このチョコがね、ほら、とろっと見えますか、とろっとなってるでしょ、押すと。ほらほら、いやー、やばいやばい。これはね、もうぜひね、あのプロテイン入りのチョコクロをね、作っていただきたいですね、サンマルクカフェさんにはね。ただまあ、脂質はかなり高いと思います、これね。もう一口しかない。早い。ちょっとね、小ぶりなのがね、物足んないっていうかね、あれなんですけど、まあでもだからこそね、希少価値があって美味しいんでしょうね。最後の一口いただきます。端っこまでちゃんと美味しい。スタンディングオベーションです、これは。傑作。はい、そしてね、まだありますよ。ミスタードーナツで僕が購入したのは、もう王道中の王道じゃないですかね、エンゼルクリームでーす。来ました、先輩、こんにちはっす。見てください、このエンゼルクリーム。もう最高でしょ、この
あー見てくださいよこれ、減量中の点滴でしかない、絶対ダメなやつがぎっしり詰まってる。なのにこのね見た目の可愛さ見てください、これねすっごい可愛い。これやっぱ生クリームがどうしても食べたくなってて、まあ、僕の中では、まあ、生クリームといえばなんかこうエンゼルクリームっていうねイメージがあります。ショートケーキとかねそういうのをイメージする人もいると思うんですけど、僕はねエンゼルクリームなんですよ。これこっちのクリーム入れてるところから食べるべきなのかな、逆から行った方がいいのか、そうすると逆から出るので、逆から出た方が食べにくいのか、こっちから行くことによってこちら、どっちでもいい。これはうまい。これねやっぱね、ただこれを食べ続けるとやっぱりどうしてもこれはね暇になってしまいますよね。だってこんなにうまいもん。運動すりゃいいんですよ皆さんね、ぜひね運動しましょう、筋トレしましょう、筋トレしてエンゼルクリームを食べましょう。ちょっと今日本当にテンション上がりすぎちゃって、いつもの僕と違う感じがする。ちょっと恥ずかしいですね、なんかだんだん恥ずかしくなってきた。でもね本当に美味しいんです、感謝ですねミスタードーナツさんね、よくぞこれ編み出しました。いただきます、最後の一口、はあ、口の中に生クリームが広がる。僕の広背筋もこれぐらい広がってほしい。すみません、あまりうまくないですね。はい、来ましたよ、ドトールさんです。厳重に管理されてます、ジャンとね、はあ、宝箱みたい。これもねやっぱ生クリーム食べたかったっていうところがありまして、あのミスタードーナツのね先ほどのエンゼルクリームと一緒な、厳重すぎじゃない。あ、来ました、はい来ました、ドトールのミルクレープです。ついに来ましたよミルクレープが。はい見てくださいこれ、この層素晴らしい。これはねちゃんとお皿に乗せて食べましょう、ちゃんとしましょう。はいこんな感じでねお皿乗っけました。これ初めて食べた時衝撃的にうまかったですね。これがミルクレープって言うんだっていうのをね知ったのはこれだった気がします。じゃあいただいちゃってよろしいですかね、先端からいっちゃいますよね、これ先端からガッツいっちゃいますよこれ。おっこんな感じで、はいいかがでしょうか。はい見てください、この綺麗な直角三角形、1対2対ルート3のやつです。すいません全然余談でした。いただきます、触れちゃうな。うん。口の中で本当にとろとろ、口の中で本当にとろけますこれ。いやー美味しいなこれ本当に。見ててくださいこれね。ドクドクドクっていうね見えますかね、これ見ますよ、こうほんわりかな。よっ。ドク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 ってほら、ほらこういうことになるわけですよ。見てくださいこの層。僕の筋繊維もこれぐらい欲しい。いただきます。うん、これうまいな、やっぱり食べてる感じがしないのにカロリー取っちゃうっていうね、悪魔的うまさ、ある意味すっごい罪深い味な気がします。これほんとそう、だってね食べてる感ないんだもん、カロリーないんじゃないかって気がしますよね。ほら見てくださいこれね、うんほらほらこれですよ、もうね歯いらない、歯いらない、これはこのミルクレープは歯いりません。このね上顎とこの舌をねこういう風にこう 舌を上から上にこうこう押し潰すと、もうそれだけでもくるってなってね、もうこれ伝わるかな、なんだこれ難しいな。なんか今回ねあのおしゃれマッチョ研究所のテーマとはちょっとずれちゃう気がしますね。ただおじさんが甘いものを食べてレビューをしてるっていうね動画になっちゃってますからね、すいません本当に申し訳ないっていう気がしてきた。最後の一口です、いただきます。うん、ごちそうさまでした、最高でした。いやこれで全部食べさせていただきました。はいという感じで今回はですね減量明けの僕の爆食動画撮らさせていただきました。もうただひたすら食べてただけっていうだけだったんですけど、研究員の皆さんが楽しめたら幸いかなと思います。これだけ食べたんですけどね、意外とお腹はねまだ入りそうな気がしますよね。これがね減量の怖さっていうかね、このコンテスト明けの怖さですよね。なかなか普段は食べれる時ですらなんかこういったものって意外と避けてしまうことがあるんですけど、やっぱこういうね減量明けだからこそすごく美味しく感じると思うし、
食べたいなって気になりました。ぜひ皆さんもね、一度思いっきり減量して何か食べてみると全然こう違った感じになるんじゃないかなと思います。最後まで皆さんご視聴どうもありがとうございました。この動画を楽しんでくれた方、気に入ってくれた方、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ただいま研究員募集中です。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。研究員の皆さんに他者。